サラエボ包囲、サラエボ包囲、サラエボ包囲、ボスニア語、セルビア語、クロアチア語、サラエボ包囲、サラエボ包囲は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で発生した包囲戦である。ボスニア・ヘルツェゴビナの首都であるサラエボが、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内に、セルビア人勢力によって一方的に設立された、事実上の国家である、スルプスカ共和国と、ユーゴスラビア人民軍。 VRS によって包囲されたもので、1992年4月5日から1996年2月29日に至るまで継続した。この戦闘はユーゴスラビアからの独立後間もない、装備の十分ではないボスニア・ヘルセゴビナ共和国軍、アービーと独立に反対する、セルビア人を支えるユーゴスラビア人民軍、JN ヨヨスルプスカ共和国軍、VRS の間で行われた。 包囲中、ユーゴスラビア人民軍及び、スルプスカ共和国軍は、サラエボを取り巻く、丘陵地に陣取ったが、独立したばかりのボスニア・ヘルツェゴビナを阻害し、同国の領内に、セルビア人の国家である、スルプスカ共和国を打ち立てるのが目的であった。サラエボ包囲では、一万二千人が死亡し、五万人が負傷したものと推定されている。うちは、 一般市民であった。殺害と強制移住によって、戦時中である1995年の人口は33万4663人にまで減ったとされ、これは、紛争前の市民の数の64%に過ぎない。2003年1月、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、イクティの法廷では、サラエボイコールロマニア軍団の司令官、スタニスラブ・ガリッチに対して、 第一次マルカリ虐殺を含むサラエボの包囲と恐怖劇によって、ガリッチは人道に対する罪にて有罪とされ、終身刑を言い渡された。2007年、スタニスラブ・ガリッチの公認として1994年8月から1995年末にかけて、サラエボイコールロマニア軍団の軍であった、セルビア人のドラゴミル・ミロシェビッチ。 に対して、第二次マルカレ虐殺を含むサラエボとその市民に対する犯罪によって、懲役33年を言い渡された。法廷では、マルカレ市場に対して1995年8月28日、サラエボイコールロマニア軍団の方角から 120mm 迫撃砲弾で砲撃されたものと認定された。第二次世界大戦の後、社会主義国として、 再スタートを切ったユーゴスラビアは、その初期の頃から、民族主義に対して厳しい監視をしていた。民族主義はユーゴスラビアに混乱と分裂をもたらす、ものとして危惧されていた。ユーゴスラビアで長期間にわたって、権力を維持したヨシップ・ブローズ・キトがが死去した1980年以降、民族主義を抑制する政策への反発が紛失した。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争における。 最初の負傷者は、ボシュニャク人、ムスリム人とセルビア人の間での衝突により、発生した。セルビア人側の主張によれば、紛争の最初の死傷者は、セルビア人のニコラ・ガルドビッチ、ニコラ・ガードビックであり、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立を問う、住民投票が終わった1992年3月日に、行われた結婚式に、新郎の父親として参加していた時のことであったと、 している。他方、母子虐人側の主張によれば、この事件よりも前のこの年の初期に、政治的理由で殺害された多くの人々がいると、している。1992年3月、サラエボニテバリケードと検問所が設置された。4月5日、ボスニア・ヘルツェゴビナの独立宣言の日、大規模な反戦運動の更新が、サラエボニテ挙行された。多くの人々が、 議会庁舎へと交信した。この時点で銃で武装したセルビア人がセルビア民主党の本部から出てきた群衆に向けて発砲し、二人が死亡した。殺害されたのはスワダ・ディルベロビッチとオルガ・スチッチ、オルガ・スーシックで、彼らは母衆役人であり、サラエボ包囲における最初の死者とされている。彼らが殺害された橋は後に彼らの名前にちなんで命名された。 武装しての衝突は、1992年4月6日に欧州共同体がボスニア・ヘルツェゴビナを国家承認してから始まった。ユーゴスラビア人民軍、JEN は、ブラベ・バースにある教育省を攻撃した。教育省は街を見下ろす高台にあり、サラエボを攻略する上では重要な戦略的地点であった。また彼らは、路面電車の中央車庫や、 旧市街に対しても迫撃砲や大砲、戦車などで攻撃を加えた。ユーゴスラビア人民軍はサラエボ国際空港の支配権を掌握した。ユーゴスラビア人民軍は幹線道路の封鎖によってその支配地域を街のすぐそばまで拡大した。1992年4月末の時点でサラエボの包囲網はほぼ完成した。4月22日。 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国議会の前で行われた平和的なデモ行動は付近のホリデー院からの発砲によって継いえた。紛争の初期段階にあった数ヶ月の間にユーゴスラビア人民軍の部隊はサラエボを取り囲む丘陵地帯に廃棄された。大砲やその他多くの装備はこの時に持ち込まれたものであり、後に続く包囲戦において 重要な役割を果たすことになる。1992年2月、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は、ユーゴスラビア政府に対して、これらのユーゴスラビアの軍の配備を中止するよう求め、この時のユーゴスラビアを事実上支配していた、セルビア共和国の大統領スロボダン・ミロシェビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナとの国境の外側にいる、ユーゴスラビア人民軍の一部を撤退せることに同意した。 しかし、これらのユーゴスラビア人民軍に属していたセルビア人兵士らは、スルプスカ共和国軍となって、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内に留まり、ボスニア・ヘルツェゴビナからのスルプスカ共和国の独立を宣言した。1992年5月2日、ボスニアのセルビア人勢力によるサラエボの完全封鎖が完成した。街へと続く主要な道路は封鎖され、食料や 医療品の運び込みも不可能となった。水や電気、暖房システムは遮断された。多くのセルビア人兵士らがサライボを取り巻いていた。町を守るボスニア政府軍は数の上ではセルビア人勢力を上回っていたものの、セルビア人勢力はユーゴスラビア連邦から装備を引き継いでおり、また町を見下ろす丘の上に陣取っていたため、地理的な面からも圧倒的優位にあった。 ユーゴスラビア人民軍の部隊が町を制圧しようとした最初の武力衝突が失敗に終わった後、サラエボを包囲するセルビア人勢力は丘の上から繰り返し町への砲撃を加え続け町を弱らせた。セルビア人勢力は町を取り巻く丘を少なくとも200を超える強化陣地と統治下によって要塞化した。 1992年後半から1993年前半にかけてがサラエボ包囲が最も激しかった期間であった。戦闘の中で数多くの残虐行為が発生した。町の周辺に陣取るセルビア人勢力は町を守るボスニア政府の軍を繰り返し攻撃した。軍事的に優位な陣地と町への補給はほぼすべてがセルビア人勢力の手の内にあった。 狙撃兵は街の周辺を歩き回っていたので、パジテ、スノハパー、気をつけろ、狙撃兵だ、は、一般的な合図となった。いくらかの通りを通ったり横切ったりすることは大変危険となり、それらの通りは狙撃兵通り、スナイパーストリートと呼ばれるようになった。セルビア人勢力による街への侵攻も部分的に成功し、ノボサラエボをはじめとする町の一部の地区は、 セルア人の支配下に置かれた。状況を改善するために、1992年6月の終わり頃、サラエボ国際空港は国際連合の航空機のために開放された。サラエボの名脈は、この国際連合による支援に強く依存していた。ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は、紛争初期において、装備の面で大きく劣勢に立たされていた。ボスニアの闇チの構成員らは、 紛争初期から軍に加わり、セルビア人の防衛線をかいくぐって、不法に武器を密輸した。また、セルビア人勢力の陣地を吸収することも、武器不足の軽減に役立った。サラエボトンネルは1993年中頃に、完成し、町に物資を運び込み、また町から人々を脱出させることに活用された。トンネルは、国際的な制裁。 ボスニア・ヘルツェゴビナで戦闘に加担するべての勢力は制裁の対象とされ、サラエボを守るボスニア政府軍もその例外ではなかったを回避して町に武器をもたらす主要な手段であった。そのため、このトンネルがサラエボを救ったとも言われている。しかしながら、1995年4月のサラエボの町の防衛力として残されていたのは二重の大砲と五台の戦車のみであった。 町を守るボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍第一、軍団の戦力は、町に供給される対戦車敵弾発射機や、地対空ミサイル、対戦車ミサイルに依存していたが、これらは、サラエボ包囲を突破する攻撃に使われることはなかった。報告によれば、サラエボ包囲の期間中、平均して1日あたり329回の砲撃があり、 最も多かった日は1993年7月22日の37,777回であった。砲撃によって町の建造物には大きな被害が出た。その中には市民の所有物や文化的な建造物も多く含まれていた。1993年9月の時点で報告によれば、 サラエボのすべての建造物が何らか被害を受けたものと見られ、うち3万5千棟は完全に破壊されていた。その中には、病院、医薬設備、メディアや通信の拠点、製造業関連施設、政府関連施設、軍関連、そして国連施設があったが、特筆すべきものとして、ボスニア・ヘルツェゴビナ大統領評議会の建物や、国立図書館なども含まれていた。 図書館は焼け落ち、数千に上る蔵書が失われた。サラエボ包囲によって多くの人命が失われた。町に対する砲撃を主とする市民に対する大量虐殺はたびたび西側諸国のニュースメディアのヘッドラインに上った。1993年6月1日、サッカーの試合の最中に15人が死亡し80人が負傷した。7月12日には水を求めて、 行列を作っていた12人が死亡した。これらの大量殺害の中で最も規模の大きかったものは1994年2月5日に発生した第一次マルカレ虐殺であり68人の市民が死亡200人以上が負傷した。マルカレ虐殺を受けて国際連合はセルビア人勢力に対して最後通帳を発し定められた期間内に 規定の範囲内から、重火器を撤退させるよう求め、実施されない場合は、空爆を行うと警告した。その期限切れ間近になって、セルビア人勢力は、要求を受け入れた。町の包囲はこの時点で劇的に緩和され、包囲の終わりは近いかに思われた。報告によると、セルビア人勢力は包囲の間に、サラエボのうち彼らの占領下に置いた地域で、 民族浄化作戦を展開していたと言われている。マイケル・エイセルズのザブリッチ・ビトレイド・デリジョンジェノサイド・イン・ボスニアの中で民族主義者ではないセルビア人もまた暴力の対象となっていたことを指摘している。ムスリム人迫害への参加を拒んだセルビア人は殺害された。サラエボのセルビア人占領地区においてセルビア人武装勢力の兵員が 市民への蛮行を拒否した、セルビア人の当局者を殺害した。武装勢力は、この人物の遺体を見せしめとして一週間にわたって、路上に放置した。セルビア人勢力によるサラエボでの選別作業のさなか、セルビア人の老人リボ、リボはムスリム人の人や隣人だと話されるのを拒んだため、その場で死ぬまで殴られた。その後数年間に及ぶ年代は、 ユーゴスラビア紛争におけるセルビア人の戦争責任に関して国際社会が広く共有していた認識をセルビア人側が否定する否認主義の時代として特徴付けられる代であった。2000年代に入るとセルビア人やその他外部の著者によって広く知られているセルビア人による蛮行。例えばスレブレニツァの虐殺に類するような非セルビア人、すなわちボスシュニャク人。 ムスリム人やクロアチア人の蛮行に焦点を当てる傾向が作り上げられた。例えば、ユーゴスラビア紛争におけるセルビア人市民に対する母子虐人やクロアチア人による民族浄化作戦に大きな関心を払うようになった。1992年から1995年までの間に15万人のセルビア人がサライボから民族浄化で、 うち数千人が殺害されていると主張されている。これらの主張は2005年にスルプスカ共和国の首相であるペロ・ブケイロビッチによって全面に出され、それによるとサラエボ包囲のさなかにセルビア人市民に対するジェノサイドが行われたと主張した。そしてその犠牲者の数はセルビア人勢力による母主虐人大量虐殺であるスレブレザの虐殺の 犠牲者数を上回るとした。ボスニア・ヘルツェゴビナ政府によるセルビア人市民への民族浄化がサラエボで行われたとする主張はサラエボ市民の間では民族の別を問わず極めて攻撃的な侮辱であったと認識されている。ブケイロビッチによる主張に対して多くの人々が公的な謝罪を求めた。セルビア市民議会の議長であったミルコ・ペヤノビッチ。 マーカピージャニュービック、紛争中はボスニア・ヘルツェゴビナ大統領評議会の一員であり、2007年から2011年まで、サラエボ大学の政治科学部の学部長は、次のように述べた、いかなるものも、武景ロビッチであれ、政治的な必要性のために真実をねじ曲げたり、覆い隠したりすることはできない。サラエボでは、包囲されていた4年間の間に、カラジッチの軍と、 セルビア民主党によって民族の別を問わず多くのサラエボ市民が死亡した。多くの人々が飢餓や寒さを耐え、あるいは死に、また多くの人々が砲撃によって死んだ。紛争中の死者数は1万2千人を数え、少なくともそのうち4分の1はセルビア人かセルビア人の血を引くものであった。よって我々は政府によるセルビア人に対する根絶作戦。 ジェノサイドはなく、セルビア民主党とカラジッチの軍によるサラエボと、サラエボ市民、そしてその中に含まれる、サラエボのセルビア人市民に対する根絶作戦の責任について話す必要がある。紛争中、セルビア人勢力は、ムスリム人を男性と女性に分け、女性に対して組織的に強姦、性暴行を加えていた。セルビア人勢力の当局者はそれを認識し、 また認可している中で、これらの性犯罪行為が行われたとされている。2001年、旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷は、公式に、ドラゴリューブクナラツ、ドレアガルーブクーナーク、ラドーミルコバツ、ラダミールコーブック、ゾランブコビッチ、ゾランベコビッチを強姦の罪で告訴した。1995年、第二次マルカレ虐殺によって37人が死亡し、 90人が負傷した後、国際社会は明確に包囲する勢力と対峙する姿勢へと転じた。セルビア人勢力が国際連合が監視する武器集積所を襲撃した時、NATO の航空機はセルビア人勢力の弾薬庫やその他の軍事上の戦略目標を攻撃した。地上での戦闘も激化した。ボスニア・ヘルツェゴビナ政府軍とクロアチア人、 武装勢力は1994年3月に停戦しており、両勢力は合同してセルビア人勢力との戦闘を進め、セルビア人側は徐々にサラエボやその他の場所で支配地域を縮小していった。町の暖房、電気、水の供給も再開された。停戦は1995年10月に実現され、この年には後にデートン合意によって紛争が終結した。 安定化と正常化の期間が始まり、セルビア人勢力がサラエボ周辺から撤退した1996年2月29日、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府は公式にサラエボ法院が集結したことを宣言した。紛争中、20万人を超える市民がセルビア人勢力の支配下となったサラエボ郊外を去った。また多くのセルビア人市民がサラエボを去った。 サラエボは包囲の期間中、激しく損傷を受けていた。サラエボオリエンタル期間に収蔵された中東諸語による写本のコレクションは、世界でも有数のオリエント諸国に関する記録であったが、これらもセルビア人勢力による攻撃で失われた。サラエボ包囲は、間違いなく、第一次世界大戦後のサラエボの歴史の中で、最悪であり、最も混乱した時代であった。 1984年のサラエボオリンピックの栄光の後、サラエボは大きな経済発展と開発を経験したが、それも包囲によって失われた。サラエボはかつて他民族による共存関係の模範的な都市であったが、サラエボ包囲によって街の民族構成は劇的に変化した。数千人の難民が街を去り、また多くのセルビア人の市民がサラエボを脱出して、 スルプスカ共和国へと逃れた。サラエボ市民に占めるセルビア人の割合は1991年には30%であったものの2002年には10%強となっている。2002年、かつてのサラエボの都市域のうちスルプスカ共和国領となった地域を中心としてイスト地のサラエボ、東、サラボが設置された。紛争前からのイスト地の サラエボ地域のセルビア人住民のほとんどは、紛争後も同地に住み続けている。1990年代初期の暗黒と後輩の時代以降、サラエボでは復興開発が進められている。2004年の時点で、紛争による建造物の損害はほぼ修復されるか再建された。新しい建設計画も進められ、サラエボでは急速な経済発展を経験した。しかし、 サラエボの島地人口は2002年の時点で40万1人であり、紛争前の1991年の人口よりも2万人少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。